ブライアン・ブルック・クラックストンはカナダの法律家、政治家である。キング・サンドーランの2代の政権で入閣し、カナダにおける福祉国家と冷戦政策の立ち上げに力を尽くした。モントリオールで生まれ、ローワーカナダカレッジで教育を受けた。才能に恵まれていたクラックストンは高校2年生を終えると1915年9月にマギール大学に飛び級で入学した。 しかし、翌1916年には大学を休学して、カナダビクトリアライフル渋滞に入隊した。マギル時代は、カッパ・アルファ・ソサエティの会員だった。第一次大戦中、クラックストーンは、ロイヤル・カナディアン・砲兵隊の一員として、海外で従軍した。戦場で頭角を表した、クラックストーンは、上級軍曹に昇進し、主勲章も受けている。戦争が終わり、 カナダに帰国したクラックストーンはマギル大学で法律を治め、優等な成績で卒業した後、モントリオールで働き始めた。1939年には直線弁護士になり、1944年までマギル大学の商法の准教授も務めた。クラックストーンは地域の社会活動も精力的にこなした。彼はモントリオールカナディアンクラブ会長。 ローワーカナダカレー知事会議長、マギル大学の卒業生枠評議員などを務めている。彼は、また第一次大戦後に没興した、カナダナショナリズムとも無縁ではなかった。クラックストンは、国際連盟協会に参加し、カナダ国際問題研究所モントリオール支部長にも就任している。クラックストンはまた政府側仲裁人となって、ラジオ放送をめぐる、法的判断に関する。 憲法上の問題にも対処した。彼はカナダ放送協会の創設にも力を尽くしている。クラックストンの政治活動は1940年の総選挙から始まった。この会員選挙で彼はモントリオールのセントローレンス・セントジョージ選挙区から自由党の候補者として出馬し、当選した。その後は1945年、1949年、 1953年の選挙でも再選している。1943年に数密院政務官となり、1944年には新設された国民保健福祉省の初代大臣となり、カナダ初のみな福祉の政策となる扶養家族手当を実行面で担当した。クラックストンは1946年から1954年までは国防省を務めている。 1947年には、キャンベラ会議のカナダ代表団長として、日本との講和条約について、イギリス連邦諸国と議論した。1949年、ニューファンドランドに関する内閣委員会の副議長となったクラックストーンは、カナダ側代表として、ニューファンドランドの連邦加入の合意文書に署名している。国防省としては、戦後の動員解除を指導し、 カナダの冷戦政策を形作り、カナダの朝鮮戦争参戦を取り仕切った。ワシントン DC やっぱり、ハーグなど各地で開かれた北大西洋条約防衛委員会の会合に出席し、1947年にはカナダ三軍の幹部候補生のための4年生の学校として王立士官学校を再開した。現代戦における士官の役目は高い能力と体力とともに、 他の専門職に引けを取らない教育と成績を有してこそ初めて達成されることができるというのが彼の見解であった。1949年に海軍の複数の艦船であった、いわゆる暴動事件に関する調査委員会委員長にロロメインギー海軍少将を任命した。メインギー報告書は共産主義による破壊工作は存在しないこと、 また参加した水平らの言い分もある程度認めるものであった。1954年に政界を引退するとメトロポリタン生命保険会社の役員になり、1957年には自身がその創設に関わったカナダカウンシルの初代理事長に就任した。1959年、クラックストンはサスカチワン大学より法学の名誉博士号を授与された。 他にもマギル大学、クイーンズ大学、ブリティッシュコロンビア大学などからも名誉学位を受けている。クラックストーンがオタワで1960年に死去した時、モントリオールガゼットが見は彼は揺るぎない勇気を持って死に向き合ったと報じた。死の直前まで精霊し、決して手を緩めなかったことに彼の仲間たちは驚かされた、と。オタワにある保健省が入るブルック・クラックストンビルは、 彼を記念して名付けられた。ありがとうございます。